沖縄の本土復帰50年を記念して、沖縄に生まれたヒロインと強い絆で結ばれた美しい家族とふるさとの物語ということを踏まえて、ちむどんどんが始まってから一番盛り上がったのは歌子の入浴シーン。4人で朝まで生地を作って海へ行ってずっと忘れない思い出に、それぞれ気持ちを整理し、それぞれの道へ進んでいくというのは綺麗事で、ヒロインを取り合って男2人が相撲。女性軽視だとは思わないけど、日をまたいで引き伸ばしておいて取り直しはなんだかな。愛さんのご意見、立場は？愛さんがどっちも応援できなくなってるのが悲しすぎます。和彦のこと全然心配してない信子。悟が過労で倒れた時は病院連れて行かなくて、和彦は即病院なのでしょうか？和彦は悟のプロポーズを阻止したら、信子が悟と結婚しないと思ってるのかな？それで自分のものになるわけじゃないからね。それであそこまで執着するって怖いですよね。愛さんの気持ちは一つも考えてないし、やっぱりクズの集まりのドラマに思えてならない。そしてニーニーが振られるのは必要ないし、ニーニー自体が必要ないように思います。そしてここまで感情移入しないプロポーズは初めてかも。私は歌子の民謡歌手としての成功を応援します。